皆さんこんにちは。東京都中野区出身の二子山部屋に所属した元大相撲力士で第65代横綱でもある元貴乃花親方こと貴乃花さん、2018年10月に退職しましたが、それまで多くの戦歴を築き上げ相撲の歴史に名を刻みました。モンゴル国ウランバートル市出身で高砂部屋所属の元大相撲力士である朝青龍さんと朝からぬ関わりがあることで有名ですが、一部では確執がささやかれています。そこで今回は貴乃花さんの生い立ちと朝青龍さんとの秘話や確執に関する話をご紹介しましょう。四股名貴乃花浩二、本名花田浩二、生年月日1972年8月12日出身東京都杉並区、身長185センチメートル、体重161キログラム、73キログラム、血液型O 型、父は元大関の貴乃花俊明さん、母は女優の藤田紀子さんという両親のもとに次男として生まれ、兄には元若乃花兼タレントとして活動している花田勝さんがいます。入門当時からその優れた素質が話題となり、数々の最年少記録を樹立。1989年11月場所にて17歳2ヶ月で新十両に昇進しています。名大関貴乃花の息子として兄の虎上さんと共に入門したことは当時大きな話題となり、入幕前から相撲ファンのみならず世間から大きな注目を集めていました。1990年5月場所17歳8ヶ月で新入幕し、18歳9ヶ月で当時の横綱千代の富士に寄り切りで完勝し、大相撲史上最年少の金星を獲得。少し遅れて入幕した兄の虎上さんと共に若鷹フィーバーと呼ばれ、女性ファンも多く平成初期の相撲界に一大旋風を巻き起こしました。その後もさまざまな最年少記録を打ち立て、1994年11月場所後ついに第65代横綱へと昇進。1995年には11月場所で史上初の兄弟優勝決定戦が実現し、惜しくも若乃花さんに右4つからの勝て投げで敗れています。その後は体調不良や成績不振、休場などに苦しみながらも活躍し続け、歴代6位となる優勝22回の記録を残し、平成の大横綱と称されました。その後大相撲で功績の特に大きかった力士に対して日本相撲協会から本人一代に限り与えられる資格、一代年寄りを付与された貴乃花さん。日本相撲協会理事で相撲教習所所長なども務めていました。2018年には弟子の貴ノ岩さんが春馬富士さんの暴行事件を起こし、貴乃花さんは相撲協会と対立。結局2018年9月に日本相撲協会を退職することを表明し、宣言通りに引退したのでした。貴乃花さんは新横綱となった1995年に22歳という若さで8歳年上の元フジテレビアナウンサー河野恵子さんとの結婚を発表しています。2003年に貴乃花さんが現役引退後し、父親から相撲部屋を引き継いで親方となってからは、河野さんは貴乃花部屋の女将に弟子たちの世話など部屋を陰から支える存在となりました。貴乃花さんと河野恵子さんの間には3人の子供がいます。1995年9月27日に生まれた長男の花田雄一さん、2000年4月26日に生まれた長女の春香さん、2002年4月18日に生まれた次女の秋穂さんです。結婚発表時には河野さんはすでに妊娠6ヶ月を迎えており、できちゃった婚ではないかと話題になったのでした。さて話題を変えましょう。平成14年の秋場所、右膝の大怪我を乗り越え優勝した前年夏場所以来、貴乃花さんは8場所ぶりに復帰していました。懸命の相撲で最終的に12勝3敗の成績で終えたこの場所にはファンの記憶に残る試合がありました。それが貴乃花不在の間に一気に番付を駆け上がり勢いに乗った新大関の朝青龍との一番でした。貴乃花さんは当時の取り組みでの心境を、もう当時の朝青龍は元気いっぱいっていう感じでしたね、
体は大きくないですけれども、まれに見る逸材だなと思っていました。あの時の一番は、朝青龍がどこから来ても、耐え忍ぶようにやろうと思っていました、と語りました。一方、朝青龍さんも貴乃花さんについて、貴乃花さんとは思い出がありまして、毎年大相撲トーナメントがありますよね。僕が幕内に上がったばかりの時に、そこで貴乃花さんと当たったんですけどね。あの時は自分も体重もなかったんで、とにかく思い切りぶつかって突っ張っていこうという相撲で、横綱が結構血だらけになったりして、でも取り組みの後、やっぱり大横綱先輩に対して失礼なことをしたなと思って謝りに行ったんです。貴乃花さんのところに7針ぐらい縫っていたと思うんですよね。そしたら貴乃花さんは、朝青龍大丈夫ですよって言ってくれて、僕はいやいや横綱申し訳ないですって言ったんですけど、また朝青龍さんは貴乃花さんの父親である先代の二子山親方にも世話になったことがあるという秘話を、巡業中に親方は朝青龍だけの稽古をつけると言ってね。その当時は自分だけ稽古させられて悲しいような気持ちもあったんですけど、親方は朝青龍を強くさせたいから毎日稽古させたんだっておっしゃって、貴乃花さんとの取り組みにはその時からの恩返しという気持ちもあったんでと明かしました。一見仲の良い二人ですが、一部では確執があるという噂がささやかれています。それは岡田康之さんが聞いたという幕下時代の逸話が、隔週誌スポーツグラフィックナンバーの発行元である株式会社文藝春秋が運営しているサイトナンバーウェブで以下のように綴られていたからでした。岡田も胸の内にくすぶり、こじらせた思いを聞いたことがあるという。アマチュアで一緒にやっていた力士がプロに入ってきたんです。よく話をしていたけど、あいつら俺のことをおいモンゴルマンってバカにしてたのにとも言ってましたね。そういうのを忘れない人だし、そこからもハングリー精神が生まれていた。ある巡業の朝稽古で若い種の申し合いが終わり、ぶつかり稽古が始まった。土俵の周りには本稽古に備えて関取衆が集まり始めている。そこには横綱貴乃花もいた。その時朝青龍は何を思ったか、貴乃花に向かって、おい俺に胸出せと言ったというのだ。どこからどう見てもとんでもない暴挙。同じ一門ですでに朝青龍のことを知っていた曙が慌てて、俺が出すと止めに入ったものの、朝青龍は曙さんはいつもやってもらってるから違う人がいいとごねた。もちろんそんなわがままが聞き入れられるはずもなく、ぶつかり稽古でぐちゃぐちゃにされて、どうにかその場は収まったという。彼らが揃って参加したとなると1999年の冬巡業あたりの出来事だろうか。普通ならありえない話だ。多くの関係者もさすがにそれはないだろうと首を振った。だが朝青龍ならありそう、あってもおかしくないと思えてしまう。それは異国から来た彼が各界の作法や言葉遣いを知らなかったからではなく、誰よりも激しく強さを追い求め、純粋に横綱に憧れていたからこそそう思えてくる、そう語ったのです。今回紹介した貴乃花さんの生い立ちと朝青龍さんとの秘話や確執に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。